皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は元日にね買ってきたハッピーバッグを今回は開けていこうと思います。これ自立しないんですよ、すいません。はい、で今回は、3コインズ2個、直行屋さんでこの2つお持ち物なんですけどを買ってきました。まあ、中身は違うんですよね。ちょっと重さとか違うの、分厚さ、ほら違くない？はい、この2個買ってきました。早速開けていこうと思います。はい、ということで最初はこちら、3コインズで買ったインテリアの部門のハッピーバッグです。そう、なんか4-5種類ぐらいあって、インテリアと、で今回はネイルとインテリアを買ってきました。そう、本当はね、あのアクセサリーも欲しかったんだけど、毎年買ってたんだけど、今年なんか行くのが遅かったのか売り切れでもう着いたら4時ぐらいだったからやる気ないよね。やる気ないよね。とりあえず行った感満載だったよね。あと洋服も今まで買ってたの売り切れ。今年初めて買ってないよね。あ、なんか箱だな、箱に入ってる、箱イン箱みたいな。この中身がわからない感じでして、1つ目、こちら何でしょう。こちらなんかピンクの雲みたいな、説明入ってる、コースターかな、コースターか、多分これが入ってるあれじゃない。本当だ、書いてあるよね。コースターっぽくない？これでコースターだ。こちらピンクの雲のコースターです。かわいい、かわいい、なんか水はぎはじきそうで、うん、すごい使いやすそう。しーちゃんの部屋に合いそう。ピンクね、ピンクだよね。当たりじゃない、さすが当たりかもしれない、かわいい。今回当たり引っちゃったかも、みんなごめんね。まだ1個目だけどね。続いてこちら、こちらは、ポストカード。かわいくない？かわいい、すごくない？ピンクと青と雲、海か、すごい、泡と、これはなんだ、海だ、ちょっと淡い感じのね、見えるとなんか海のさ、なんか際に家と、あと桜、じゃなくてバラ、桜怖い、間違えた。以上ですね、かわいいです。はい、次、お次、大きい方いこうかな、大きい方。3つ目はこちらです。お、待って、かわいい、これはフォトフレーム、フォトフレーム、フォトフレームです。かわいいね。だから木はちょっとあんまないんだけど、飾ろう、ちょっとこれなんかカードとか入れて飾りたいと思います。はい、ラスト、何になっているかな、お、わかんないんだけど、何これ、トレーとか言ったの、陶器トレー、陶器トレーだしらしいです。直接、陶器って何、直接食品をトレイの上に乗せず、アクセサリーや雑貨などを乗せるトレイとしてお楽しみください。だって、なるほど、ここにピアスとか、そうそうそう、乗せてこう飾るみたいな、うん、あ、かわいい、おしゃれ、おしゃれだ、やばい、かわいいかも。あ、なるほどね、めっちゃかわいい、当たりかも今回ね、おしゃれじゃん、おしゃれ、超おしゃれ。そのコースターもかわいいし、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 かわいいです。はい、ということで以上4点でした。次はネイルいきます。次は同じく3コインズで買ったネイルの、ハッピーバッグを開けていきます。これ一昨年ぐらいにね、ネイル買ったよね。買ったね。そう、何年か前に買ったんだけどね、久々って感じ。今年は箱だったね。なんか毎年さ、ね、袋とかさ、巾着袋とかいろいろさ、色々あったよね、入れ物が変わるよね、ここ。そう、まだね、巾着袋持ってるね。あれ良かったよね。そう、あれ良かった。
見てよこの揚げ方やばいやつやばい、まあ、12個入ってるらしい。3、4、12、うん、1個ずつ紹介していきますね。まず1つ目こちら真っ赤なネイルですね。え、可愛くない？真っ赤ちょっと使える。続いてこちらピンク、え、可愛い。薄くなったらなんかさ、すごいなんか血液いい人みたいな。続いてこちら、あ、ちょっとラメが入ってる濃いピンクですね。さっきのピンクに比べてこんな感じ。あと箱に入ってないですね。本当だ、なんでだろう、なんかあるのかな。続いてこちら、なんかなんて言うんだろう、ちょっと渋めなピンク、紫かな、なんかすごいなんか一気に大人の女性、まあ、くすみピンクみたいな、そう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 、紫くすみピンク的な色ですね、うん、かわいい。でも案外そういう色の方が使いやすいんだよね。そう、使えるよね。絶対使いやすい。続いてこちら、お、からし色きました。え、こういう色もさ秋とかかわいいよね、うん、すごいかわいい本当に。続いてこちら、え、何色これ、茶色だね、茶色、なんか濃い茶色みたいな茶色だね。さ、ライトにさ照らされるとオレンジにも見えるんだよね。あ、そうなの、ほらすごくない、茶色だね、でも茶色だ、かわいい。続いてこちら白、アイボリーみたいな、ちょっとでも茶色、肌色っぽい感じだね。ねえ、え、かわいい、絶対爪になったらかわいいやん。かわいい。はい、続いてこちら、なん、オレンジ、ちょっと茶色かな、ちょっとオレンジ、ちょっと茶色、茶色にも見えるよね、茶色じゃない、ね、茶色かな、うん、こういう色オレンジではない気がする。はい、やばい、ラスト4つ、うん、こちら金、そうだね、ゴールドっぽいですね。はい、ラスト、ラストはこちら青、うん、え、かわいい、綺麗な青、すごいね、好きそう、深海みたいな。はい、ということで以上12種類でした。え、なんかさ、めっちゃ使えそうな色とかもあるし、めっちゃキラキラで可愛いのもあるし、本当になんかみんな使えそうだね。え、使おう、ちょっと可愛いです。はい、ということで次はね、こちら雑貨屋さんで買ったね、こちらの、多分アクセサリーなんだよね、アクセサリーの福袋です。そう、これは多分こっちが私が選んで、こっちが、あ、こっちが私か、でこっちがリミ選んだと思います。多分薄い方選んだ気がするだよね、わかんない、ちょっとね、開けていきます。まず薄い方からいきますね。私的にはあのイヤリングとかネックレスとか小物系が欲しかったので薄い方にしました。なるほど、よし、あ、よし、開けまーす。お、お、なんか一つになってる。あ、結構入ってる。お、すごい入ってる。え、結構入ってるね。うん、そう、なぜか、少しむき出し入ってた。あ、かわいい。かわいい。これから紹介していくね。まず一つ目がこちらで、シュシュですね。私今黒いのつけてるんだけど。こちらなんかゴールドっぽいシュシュですね。え、どう？かわいい。え、かわいい。え、かわいいよね。かわいい。え、かわいい。なんか、この色だから、多分何の服でも合いそうだし。うん、え、ガチかわいいんだけど。え、ありがとうございます。はい。じゃあ、中開けていきますね。で、一つ目がこちら。なんだろう、これ、チョーカー？久々に見たかも、チョーカー。銀色のチョーカーです。こちら。え、かわいい。続いてこちらカチューシャかな、なんかこれもなんか銀色っぽいよね、なんか黄色、銀色っぽい、黄色、うん、まあでもアイボリーかかな、うん、はい、次こちら、お、何これ、シュシュっぽいけど形がなんかトーストみたいな、トーストなんか四角形みたいな。え、ゴムじゃないの、そこ、ゴム、あ、ゴムなんだ、そう、こんな感じで、なんか、でもシュシュだろうね、シュシュだろうね、うん、面白い形なのかな、もう分かんないけど
まあでも黒だからね。ね、何でも合いそう、可愛いですね。次、こちら。お、イヤリング？イヤリングです。え、可愛い。おー、すごい。重そう。重そうだけど。ちょ、痛そう。え、どう？まあいいんじゃない？大ぶりだ、重そうだけど。ね、可愛い。なんか動くたびに揺れてさ、うん、可愛くない？うん、いいと思う。はい、ということで続いてはこちら。なんか一瞬円で腕輪かなと思ったの。なんかここにピンがついてて、ピンかな？ピンだよね、きっとその形は。こうなって、うん、こうなる。あれ？なんかこれも揺れるよ。あれ？え、気づけちゃう？私の魅力。あれ？何これ？なんか違う気もするけど、でもそうなのかな。え、何これ？まあまあまあ次行きますね。はい。はい、次はこちら。お、ピンです。こちらが。こちらが。こちらもか。ピンです。これはまあ一般的なね。ね、もうみんなが付け方が分かるようなね、ピンたちで。緑ですね、ここに。こんな感じ。そうすると。こんな感じで、え、可愛くない？緑、うん、緑が好きな方とかは、私大好きなんです、緑。可愛い。よし、ラスト。ラストはこちら。イヤリング。イヤリングですね、また。え、ゴールド。ゴールだね。ゴールデン、ゴールデン、ゴールデン。え、可愛い。あ、どう？いいんじゃない？はい、ということでラストはこちらの袋を開けていきます。これはちょっと大きいから、なんだろうな、カチューシャとか多めかなと思ってたんだけど、どうなんでしょう。おお、なぜかね、1個パンピンです。あれ、さっきカチューシャだったり。今回はね、髪留めが単品でついてました。え、可愛くない？可愛い。え、可愛い。あれ？あれ？で、開けていきます。おー、いっぱい入ってる。うん、なんか変なのも入ってるんだけど。一個ずつ紹介していきます。まず一つ目がこちら。うわー、すごい。超ジャラジャラなイヤリングです、こちら。なんかジャラジャラばっかりだね。ジャラジャラばっかなんだけど。え、みんなジャラジャラ嫌い、もしかして。え、どう？あ、でもいいんじゃない。どうですか、こちら。え、可愛くない？うん、重そうだけど。次はこちら、大きいのか。なんか、何これ。なんか多分カチューシャかな。カチューシャですね。カチューシャで、なんかカチューシャに、これカチューシャに紐がついてるんですけど、リボンってこと。リボンかな。あ、そうやって、そう、違くない？違うでしょ。え、違くない？違うよ。え、後ろじゃないの？あ、そういうこと？あ、この首の下でさ、リボン結びするとか、そこで結ぶんじゃない？違うかな。初めて見たんだけど、こんな感じ。初めて見た。ここじゃない？上。あ、上に持ってくのかな。まあでも使い方はいろいろなのかもね、結局は。その人の。忘れない。だいぶ違う気もするけど。ダメだ、ちょっと待って。無理やん。あ、私には無理でした。次はこちら。さっきの黒いのとね、色違いです。形が、あの、すごい面白いシュシュです。こちら。銀色か？で、次、こちら。なんだろう、これ。ゴム？なんかレースが入ってました。多分これ、あの、髪の毛縛るレースリボン。かな？っぽいですね。なんか普通のレースっぽいので、ゴムとかないし。多分普通のレースだから、結んだ後にこう、こうやって、なんか黄色になるみたいに。こうやって結ぶレースです。レースバージョン。はい、次はこちら。
ちらは巾着ですね。可愛くない？巾着入ってんの。可愛い。ここ可愛いかもしれない。ここにだから小物とかこう入れて持ち運び自由ですよってやつですね。はい。で、あとこれが超過パート2。今回はゴールドにキラキラがついてます。さっきは金キラだったんだけど、ゴールドにキラキラがついてます。可愛い。ラスト。ラストなんか1って書いてあるんだけど、ここに1。クマですね。こちら。開けてみます。あ、ゴムだこれ。ゴムがクマのケースに入ってる。紙ゴムがこちらのクマのケースに入ってるみたいな。私ね、ゴムのよくなくすの。本当だよね。本当になんかすぐ私どっか行っちゃう人で、この前なんかね、学校の引き出しの中にゴム3個入ってて。もう本当になんかすぐどっか置くの、紙ゴム。なんか手につけてるんだけど、なんか学校手につけちゃダメで、どっかに入れるんだよね、毎回。あ、またやっちゃったとか。こんな感じ。おお。おお、いいじゃん。あ、やばい。こういう感じのね、紙ゴムが。よかったね。いっぱい入ってます。やばい。やばい、私、生き返ったんだけど、本当にゴムがなくて、最近。生き返った。ありがとうございます。はい、ということで、今回は、スリーコインズと雑貨屋でね、買ってきた、ハッピーバッグを開けてみました。ということで、それではバイバーイ。個人的にはね、これお気に入り。一番？